アイデアの源泉はずっと人が嫌がること考えた世の中の綺麗な世界ではなしとされているが本当はこう思ってるとかそういうものを伝えたいからコンテンツを作るの。みんながそうだとされてることをそのまま作っても存在価値はない。 SDGs って大事だよねって言っても基本的に SDGs って大事とされてるから別にそんなこと言わなくてもそうだよね終わりじゃん。 SDGs ってくだらないよねって茶化して何か現象を起こそうと思ったら絶対あんのよ。ストローを揶揄するやり方とかあると思うの。例えば箕輪さんってそのなんていうかアイデアマンなんですか。いやそれに関して言うと、はい、嫌がらせだよね。嫌がらせ、意地悪な考え方な、はい、あでもちょっとふざけたノリとかじゃない、はいはいはい、俺水曜日のダウンタウンとか藤井健太郎さん好きだから、はいはい、あっちのノリだから男子校のふざけた笑いのノリ、はい、意地悪な感じ。この男子校の外で行っちゃ絶対いけないやつだなって分かりながら言ってるやつ。そうそうそう、意地悪なノリだと思うよ、はい、うん、黒塗り外されて、はい、マジかよと思う芸能人とかいるだろうなとかいるけどみんなこうわってなる、やっちゃおうかなみたいな、うん、だったら逆に10班分買い取ってくださいみたいな、その黒塗りが全部溶けたやつを黒塗りの芸能人に買い取らせると、まあ、分かんないけどそんなの無限にさ意地悪なことって永遠に思いつくじゃん。そっか、それは何なんですか。アイデアの源泉はずっと人が嫌がること考えてそんなでもあの嫌な人じゃないのに、嫌な人っていうか嫌なことをやるっていうよりも、はい、ずっとなんかこうクスクス考えてる感じじゃない？ずっとそういうこと考えてんじゃん、うん、なんかゴーの三浦が偉そうなことツイートしたらさお前が言うなって言ってやろうとかなんか一番その人が嫌なようなことやってやろうみたいな、あるじゃん、なんかそういうことに近いようなとこ、あとはまあプロレス的なふざけみたいな、はいはいはい、総合格闘技とかもそうだけど、あそのアングルっていうんですか、そうそうそう、はい、ニュースの作り方みたいな、今だったらあえてごぼうでしょみたいな、うん、なんかその一般の人がわーってなってる時あえてのごぼうでしょみたいなのとか、うん、意地悪な放送作家が考えそうなことは常々考えてるよね、うんうん、はいはい、結構その編集者とかあと広報とかマーケの人って綺麗な感じの人多いじゃないですか、うんうん、意地悪じゃなくてこう素敵な、うんうん、でもそういう人もこうちょっとどこかその意地悪な目線というか、そうですね、要はその意地悪って何かっつうと意地悪で終わるものじゃなくて、うんうんうん、意地悪なのに面白いと思われるものって、はい、いや人間の興味関心とか下世話なものと紐づいてるから、はい、マーケティング的にはすごい綺麗なことよりよっぽど効果的なんですよ、うんうん、でそれを意地悪なまんまやるのではなく、はい、意地悪だけど人が見てしまうものとか、はい、意地悪だけど世の中がざわつくことをなんでだろうって思ってそれをある種全く形を変えて出すみたいなことはなんかマーケティングなんかこの商品の良さを伝えようみたいなそんなものじゃ人の心はそんな人間単純じゃないから本当の表はみんなそういう側で生きてるけど本当に人間が動くものって真逆だったりするから人間の深層心理をいかに捉えるかって中に意地悪みたいなものってでっかいんじゃないかなって気はする、うん、裏と表とどっちもあってっていう表裏一体で人をついていくっていう、うん、そう、でもそっちの方が簡単なの。 SDGs で今現象を起こすってもうみんな綺麗でいいやつだと思われたいからみんなやってるから相当難しいの、うんうん、でも SDGs ってくだらないよねって茶化して何か現象を起こそうと思ったら、うん、絶対あんのよ、なんかそのやり方って、はいはいはい、ストローを超揶揄するやり方とかあると思うの。なんかもう紙ストローよりもっともっと環境に良すぎてくだらないストローとか草みたいな、そう、もうそういうこと考えるわけじゃん。いい感じの喫茶店がさ、はい、紙ストローでさ紙コップでやってたらさ、うん、その横でさもうそれを超揶揄したさもう環境良すぎみたいなとんでもないものでコーヒーなんか飲んでるみたいなことやってやろうみたいな発想よ、はいはい、でもその発想が最終的にそのなんか、うん、あのいやそういうことずっと考えてるからさ、綺麗に SDGs って伝えるよりもなんか結果世の中を動かしたりする、うん、分かんないけど俺はそっちの方が好きなのよ、はい、あなるほど、うん、これからその世の中を箕輪さんのようにこう動かせるメディア人に
うん、なりたいって思う人が多分今すごく多いと思うんですけど、はい、どういう習慣を身につけたらいいとか、うん、どういう思考を身につけるべきだみたいなところって世の中ではこうとされてるけど、はい、実はこう思ってる人っているんじゃないとか、うん、その世の中の綺麗な世界ではなしとされているが、うん、本当はこういうことを思ってるとか、うん、こういうことが正解だとか、こういうことを言いたい人がいるとか、うん、そういうものを伝えたいからコンテンツを作るのであって、うん、みんながそうだとされてることをそのまんま作っても存在価値はないじゃないですか、うん、例えばツイッターで、はい、ツイッターも一つのコンテンツだと思うけど、うん、SDGs って大事だよねって言っても、はい、まあ、僕が言うと変に熱を帯びてバズるかもしれないけど、はい、基本的にその SDGs って大事とされてるから、はい、別にそんなこと言わなくてもそうだよで終わりじゃん。 SDGs って港区ので散々金を撒き散らしてるおじさんたちが、はいはい、自分への罪悪感によって作り出してしまった幻想だよねって思う言うと、それが事実かどうかを置いといて、はい、確かにみたいな、うん、毎日高い焼肉女と食ってシャンパン開けてる人が今の金ない若い世代を見て、うん、環境に気を使って偉いやっぱ意識高いよね Z 世代はとかってコーティングすることによってで、はい、俺も Z 世代の気持ち分かるとかっていうことによって、うん、港区の夜の罪悪感を洗い流してだけなんじゃねみたいなことを勝手に思うことによって、それは一個のコンテンツになりうるし、共感も呼んだりある種反発も呼んだりするっていうことなんで、全ては自分の心を世の中とは違う自分の思いとか世の中とは違う自分の心を出すだけだと思うんですよ、うん、出すだけ、うん、でそれが5人しか共感されなかろうが100万人が共感しようが、はい、どっちが価値が高いなんてない。だから、はい、大事なのはまとめると自分の心とか自分がどう考えてるかっていうことにまず何よりも敏感になる、うん、でそれはそこの敏感さが持てれば、うん、世の中がどう思ってるかとか、うん、他の人がどう思ってるかもすごい繊細に捉えられるようになる、うんうん、世の中をその本当に色眼鏡を外した状態で見た時に表現したいものが出来上がって、はい、それをコンテンツにして、うん、で時代の今一番これをぶつけるべきだっていう時代にぶつけて、そうなった時に待ってましたって思う人たちがいる、うん、それが全てだと思うんだよね。意外とだからそのみんな自分のことに鈍感だったり、うん、意外と自分がどう思ってるかを考えてなかったり、普段生活してて、うん、そんな自分のことに敏感になっても、うん、辛いだけだし、うん、そうですね、意味もないしそんな余裕もないから、うんうん、多くの人はそこには無関心で日々忙しく仕事とか家庭を頑張ってる。ただコンテンツを作るとかこういうものを見て自分も作る側、うん、発信する側、うん、伝える側になりたいなら世の中の9割の人はそんなに言語化せずに日々生きてることを言語化して日々忙しく生きてる人たちのなんか救いとか共感とかの癒しとか刺激のものを作んなきゃいけないわけだから、うん、それは多くの人にとっては全く関係のない作業だけど、うん、その数割の発信する側はもうそれが仕事で、だから遊んでようが、はい、そういうの入ってようが飲みに行ってようがいいんだけど、うん、常にこいつってこういうこと考えてんじゃないかとか、うん、今俺嫌だな、こういう理由で嫌なんだわ、うん、とかっていうのはやり続けなきゃいけないよね、はいはいはい、なんか大人になればなるほどそこをこうシャッター閉めるのが上手くなってくるっていうか、うん、それでいいと思う、うん、それが生き、うん、人生まともに生きるってことだから。でも、はい、この作る側はそれじゃ無理だよね。結構大きいのがタイトル、うん、いつもタイトルはどうやって決められているんでしょうか。一番いいのは最初に決まってることだよね、はい、タイトルが全てだから、うん、それは何でかっていうとタイトルがいいから売れるっていうのもあるけど、タイトルが決まってるってことはもうそれが全てを物語るから、はい、うん、この中身も洗練されてくんだよね。もうインタビューの段階でタイトルが決まってると、例えば多動力ってもうタイトルがで全てが物語ってるから、もうインタビューの段階で聞くことも明確になるから
非常にシャープないい本になるのよ。あれ最初に決まってたんですか？多動力って高城剛さんが言って、はい、そう絶対売れるわって思ってツイートしたら、はい、その瞬間にホリエモンが多動力っていいよねって言ってきて、じゃあホリエさんでやろうみたいな、まあ、タイトルありきなの。もうじゃあその言葉にホリエさんも乗っかってくれてっていう、じゃあもうそれが、うん、その言葉一つで勝ちよね、動くっていう、うん、逆にその仮想通貨の佐藤さんの本とかは、はい、仮想通貨の本っていっぱいある中で、はい、どうするかって言って仮想通貨の未来とか、うん、なんか無限にあるじゃん、うん、そうなった時もう思いつかなくて、佐藤さんがお金 2.0、うん、お金の未来みたいなので、しかもめちゃめちゃダサいからお金 2.0、はい、今売れてるかなんか聞いたことあるし、はい、今何でも 2.0 ってつけるようになったけど、その時はその違和感とダサさがむしろマスに受けんじゃないかみたいな、うん、あれは佐藤さんが見つけたことで、要は、うん、パターンとしては最初に決まってる、はい、作ってるうちに一番これがテーマだなって思って見つかる、うん、でも作り終わったのにまだタイトルだけ決まってない、この3つがある、はい、そういう時こう決める時こう必ず意識されてる要素とか